はい、皆さんこんにちは、佐々木篤でございます。最近この岸田内閣に対するですね、支持率の低下というものがですね、まあかなり激しくなってですね、新聞市場というかメディア市場を賑わしていますけども、 20% を切ったデータもいくつか出てますよね。時々と毎日ですか。そもそもね、岸さんね、その普通の人から見ての大きな失勢ってないんですよね。いや、僕から見たらありますよ。林芳正を外相にしたっていうのはもう最初スタート時点からの大失勢なんですけど、この林芳正を外相にしたということがですね、こう大失敗であるということに気づく人は少ないんですよね。でほとんどの人はふんって言って済ませてるわけであってですね、メジャーなメディアもほとんど取り上げなかったんですね。あの時安倍さんがですね、やめろって言うてですね、1日延ばしたというのは、あの直後には報道されていましたけども、その後はあんまり報道されていない。ほとんど産経系のメディアで報道されるぐらいで、あんまり取り上げられなかったんですけども、もう決定的にあれやばかったですね。でその後、林芳正はですね、ブリンケンさん、カウンターパートのブリンケンさんにずっと無視され続けてですね、イギリスではですね、一緒にビートルズやるやったら一蹴されましたね。アホかお前はっつって。大失策なんですけども、でもそれは目立たない失策で、他は特にですね、目立った失策してないんですね。で僕らから見たあれも大失策なんですけど、韓国と融和したというのも大失策で、レーダー照射試験どうなってんと、慰安婦も判決どうなってんという、もういろいろ積み残したままですね、ユン・ソンニョルさんと仲良くなって乾杯してるわけでして、このいわゆるこう保守派から見たらですね、もう全く至っていないのが岸田首相なんですけど、保守派というのはまあですね、ネット右翼は 2% しかいないと言われてまして、岩盤保守というのは多分 10% いないんちゃうかなと思うんですね。ただね、 10% がですね、支持に回るのと回らないのでは10ポイント違いますからね。岩盤保守が全員支持に回ったらですね、プラス 10% ポイント上がるわけですよ。だから今 20% そこそこだったら 10% 上がれば 30% でしょ。そういう計算になるんですけども、岩盤保守の支持を今失っています。産経新聞は17日に出た記事ですね、林芳正官房長官就任で強まる親中増税懸念、田中秀臣教授緊縮派の代名詞。ちょっと言いましょう。政治と金問題で揺れる岸田文雄政権がで今後増税負担増路線が強まるとの見方が浮上している。官房長官に就任した林芳正外相は政界屈指の親中派として知られるが、実は経済政策面で緊縮派の代名詞と指摘されているのだ。積極財政派が比較的多い自民党安倍派や閣僚や党の要職から去ったことも懸念材料となっている。財政再建の重要性はこれまでも訴えてきた。日本経済が成長すること、無駄遣いをなくすこと、そして税制改革の3つが相まって財政再建は可能だと。林氏は麻生太郎内閣で経済財政担当省に就任した2009年7月産経新聞のインタビューにこう答えたと。こいつも全くですね、財務省に取り込まれてる派ですね。なんて言いますか、自分の頭でものを考える能力があればですね、親中派にもならないしですね、財務省の犬にもならないんですよ。でもこいつは本当に危険ですね。で下手にですね、仕事ができるというふうに思われてる分もまた危険なわけですね。岸田なんかにとっては使い手がいいわけですよ。ある意味岸さんなんかとちょっと似てるかもわかりませんね。自分の考えがないからですね、吹き込まれた通りにふーんと思ってるわけですよ。頭もそう悪くないから、ある程度は理解できるわけですよね。いやー、だからですね、このですね、今後こいつは財政再建
で増税にですね触れていくかもしれないしですね、中国に対して融和的な態度を取るかもしれないんですけども、今増税もですね対中融和もですね支持率をですね減らすことすれ絶対増やさないと思います。そもそも 増税というのは誰がやっても不人気な政策ですね。で今の日本で増税する必要なんかほとんどないんですね増税したいと思っているのは財務省だけなんですよ。で岸さんが人気を落としている支持率を落としている一つの理由はこいつ増税するんちゃうかという空気が漂っているからなんです。要は財務省の言いなりになってるんですね。で本人はちゃうって言うてるんですけど、いや僕らが見て言いなりやんと。やっぱり自分の考えがない人はね、人に吹き込まれたらその通りにこう動くわけですよ。だから振り付けてもらった通りにしか動けないのが岸田さんであってそうなるとですね一番振り付けをしやすいポジションにいるのが財務省なわけですね。でやっぱり振り付け通りになっていると踊らされているということですね。であと林芳正をなんで官房長官にしたのかは知りませんよ。やっぱり自分の派閥のことを考えているのか、それかやっぱり今日人間関係的にいいのかはもう分かりません。まあ選挙区近いですからね。まあまあそれにしても世間をの空気というものを読まなすぎていますね。岸さんというのは鈍感力と言われてますけど、鈍感が悪い方面にですね働いてですね、結局この後ですねこう内閣をミニ改造しましたけどもですね、この支持率が上がっていくとはどうしても思いませんね。いやこの林さんが官房長官になったことでアメリカへの国賓招待がずれるんちゃうかっていう気もしますね。今のですね岸さんを呼ぶんかなと時期決まってませんからね、ずるずるずるっとですねずれていく可能性もあります。アメリカねこれから大統領選挙で忙しくなるわけですよ。バイデンさんも立候補してますし、でそんな時にですね岸さんを呼んでも自分の票にはなりませんからね。だからですね、でしかも岸さんと何喋っても全部ですね中国へ抜ける可能性があるわけでしょ。そんな岸田を呼ぶんかなという感じはしますけども、本当にこう自分で自分のですね首を絞めてるいう人事としか思えませんね。林芳正官房長官というのはで今後また親中的な政策をね取ったり、習近平との会談を熱望したりする姿勢がもし、国民に伝わればですねさらに支持率が下がるんですけども、そのことを多分分かっていないんちゃうかなと。で大阪になんか百田さんの政党できたでしょ。ああいう政党がですね岩盤補修の票をずっと持っていくはずなんですよ。でこの人はしかし本当に分かっていない分かっていないですよね。今ほんでね何だか旗から見てるとですねこの政治資金規正法のあれです裏金作りによる政治資金規正法違反でですね安倍派がほぼ解体されるかどうかみたいなところになってるでしょ。それを利用してね、自分のですね、政権を安定させようと。もしかしたらそんなことを考えてるんじゃやろうかと。もうあんたなと。あんたの政権が数ヶ月それでも押すかもわからんけども、自民党の政権がやばいねんでと。なんでそれがわからへんのでしょうね。木を見て森を見ないって言うんでしょうか。本当に岸田さんという人はですね、物が見えない人やなと。自分の頭でものを考えられないっていうのはこんなにこうしょうもない悲しいことかというのをですねひしひしとですね感じさせてくれるのがですね岸田さんという人物ですね。いやーなまあねアメリカも人材不足ですけども日本もですねあんなんしか総理大臣になれへんのかと。で今次の候補がいろいろいますけどもですねうーんっていう感じですね。どんぐりの背比べみたいな感じがしてですねああっと
自民党に政権を担ってもらうしかない、他の政党という選択肢はないのにですね、これかというですね、非常に残念感が極まっております。この産経新聞のアドレスを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。